ということで今日は LINE スタンプやったー書いていくよ。一応全部今回はリクエストがあって、英語で英語版のスタンプ作ろうと思うんやけど、この OMG っていうのが作りたくてちょっと書いてみたんやけど、撮影する前に。でもなんかあんま良くないなと思って書き直そうと思ってたところです。どんな感じがいいかな。 OMG を人が支えてるみたいな構図にしよっかな。こんな感じで。 Oh my god、 いや、いいやん。結構いい感じになりました。で、これちょっと女の子とも男の子とも取れない真ん中の感じね。中性的な感じで結構いいね。この文字をどうやって目立たすかやね。この白いとこも塗らなあかんからな。こういう風に背景をちょっとグレーっぽくしてから塗るんですよね。白のままやとこの白塗った時に確認できないからね。髪の毛は何色にしようかな。いつもね、似たような色しか使わないんよね。無意識に。結構色合いいいよね、これ。黄色と緑と青かね、やっぱ。やっぱどうしても青好きやから使っちゃうよな。ねえとかに。あ、これめっちゃいいやん、色合い。最高。どうやってうまいこと、この文字と、A を合わせるかっていう話になってきますけども。あ、セリフみたいになんかするか。はい。よくね。お、いいやん。出ました。いいやん、出ました。ちょっと M がちょっと隠れちゃってるのは、これはいいのか悪いのか。こんな文字書くときって結構頭空っぽにして書いたら結構いい感じの味のある文字書けたりするよな。これでいいんじゃないでしょうか。あ、これでいいやん。これでもうちょっとこの尖ってるとこをちょっと調整する。これ細かいところに何回も やり直して時間かけたりすることってあるよね。完成。一つ目完成ね。確か、いくついるんやっけ？いや、これ前回の作った時のスタンプね。かわいい。去年の12月25日に作ったやつ。これ1,2,3,4,5,6,7,8,3,4,5,16 ね。てか普通に、今見てもこれ結構いいな。はい、ということで、とりあえず16個目指して頑張っていきましょう。まあ、下手したら32いくかもね。32？ うん。いやけど、とりあえず16目指して、これ1個目でした。じゃあねー。